きっちり払ってもらえますからね。ちょっと5000円しかないです。あ、じゃあ5000円でいいですか。お釣りください。お釣り2900円ぐらいください。でもこれ切った方がいいじゃん。食べんやろ。うん、食べる。なら、ちょっと待ってくれたら。あ、はい。うわ、美味しそう。うまっ。ちょっと待って。うん。美味しい。みーちゃんコラボしてくれるかな。美味しい。あ、ゆうまいらしい。かわいいな、みーちゃん。実物で冗談できる。はいはい。あ、ありがとう。はい、みーさんは何で実行できた。みーさん、ここで59円負けてくれた。これをね、油のちょっと多いところを、そう、油の濃いところ、うん、バラ肉でいいかな。うん、バラ肉500円ぐらいの1000円分を2つに半分ぐらいにまとめて、1000円2つだから500円ずつぐらいにしてほしい。うん、兄ちゃんの言うことかね。ちょっと前後したら、うん、かめへん、それはかめへん。これ油多いところ、これ半々で、うん、2年だし。なんかあんま初めて会った気せえへん。ほんと？どこでも絡みやすいし。これね、刺したらタレ2つ、うん、2つ1000本と2本ね、うん、1690円の、働いてる女性ね一人で切り盛りしてる。はい、2290円超人気。うまいもんな。バクソ置いてきた。置いてきた。いや、多分途方に暮れてるんじゃないですか。連れてきたらよかったの。嫌がるかなと思って。ごめん、なんかその1本ずつだけもらっていい？1本ずつしたい。うん、連れてきたらよかった。だって裁判してるんじゃないの。うちが制裁をね、え、制裁を加えてやるの。ビビってるよ。あ、兄ちゃん枠切れちゃってるよ。ついてる。はい、500と500、これ丸々って感じ。バラロー と豚足も買ったと思うけど、買ってないの。これに600円、900円から2340円。ありがとうございます。どっち切ってほしい。え、油を入れたバラにする。さっき食ったもん。両方切ってほしい。あ、両方半々にしようか。まあ、うん、じゃ、うん、それってあれ、なんだっけ、軟骨ってそのまま食べれるの。よく食べれる。まあ、いっか、バラだけで。2700円のお釣りですね。はい、いや、忙しいから邪魔しちゃダメだから。スーちゃん、くるくるしてる。スーちゃん、500円玉ないから、おいちゃんにもらってきてくれへん。はい、油多い方1000円。油多い方1000円。あ、2000円。はい、ここで行きましょうか。でも混ぜて入れたら全然違う。買ったんだけど。あの、ちょっと、ありがとう、混ぜます。なんでテンパ4が俺になるの。2460円です。
大体1000円分ぐらい。2270円、600円、390円の3170円。
お仕事なんでどうぞ食べてください。何点？姉さん、お肉が熱々なんでこのまま袋開けっぱなしでお買い上げください。ありがとう。はい、830円のお店です。はいよ、ありがとうございます。ありがとうございます。毎足相続の足足足ここはい、ますできたて、はい、2000円、真ん中から2500円ですか。真ん中から暖かいのでね、袋開けっぱなしでお願いしますね。2000円。軽めに遊べたら遊んでやる。ゼロワンと遊んだもう一人リスナーとするからダメだよ。危ないから。わかりました。はい。1000円で。1000円ね。脂身危ないとか減塩。よし。はい。860円。振られた。じゃあね、ゆいちゃん。じゃあね。またね。あ、ありがとうね。ごちそうさま。これ誰かリスナーさんに会ったりだ。リスナーさん、うん、上がった。リスナーが嫌がるから遊べないって。豚足、まあいいやもん。お母さん、ビールちょうだい。ビールちょうだい。あ、これ何？ゴミですか？うん？ゴミ。これ違う、ゴミじゃない。お土産。はい。お母さん、これ甘いの何？うん、美味しい。美味しい？うん。もちもちサクサク。